いたぞ、行け。最終日にカメラ回さなくてどうする。セブンの車載カメラの動画もクラウドで保存しておる。そりゃそうじゃ、こっからは全速力だからな。これを持つんじゃ。当たり前じゃろう。これでこのドラマの最後をあんたが撮るんだから。け、立ち止まるな。お前らは立ち止まっちゃいかん。責任を取る？そんなことは今はどうでもいい問題じゃ。二人がしなければいけないのは、この舞台の最後の瞬間まで、がっつり走り切ることだけ！変身！私は明石渡るである。我が暴走についてくるとはあっぱれな公僕どもじゃな。捕まえられるもんなら捕まえてみんしゃい。明石、お前それは違うよ。今まで草薙を見守り続けていたのはあんただけだ。俺も含めて全ての連中は草薙が再び走り出す姿を無責任に期待した。
無責任に望んだ未来が、それが今だ。でもあんただけは、夏目愛だけは草薙直哉を見守り続けた。だからこそ草薙は今この場所にいる。草薙直哉はこの先に進むことができる。見守り続けたあんたが最後まで草薙を見ないで、誰がこの舞台の幕を下ろすんだ。わしの映像芸術の最後はあんたの目と共にある。わしの10年の集大成の最後にカメラを回すのは、夏目愛、あんただけや。さあ行け。そして来い、公僕ども。わしのマッハ3によくぞついてきたな。だがただじゃ捕まらんよ。空手三段の腕見せてやろう。でも明石、お前って空手そんな強いのか。ああ、通信空手で黒帯じゃ。草薙直哉の姿をそのカメラで焼き付けてきてくれ。ああ、痛いのじゃ。さあ、行け、我が友よ。最後にぶちかませ。壇上へ行け。つかねえじゃんかよ。知っているよ。走れば着くんだよ。俺はだってさ、なんで俺なんかのために、みんな、俺がここまで来られたのは、アイや、アカシや、トーマスの力だけじゃない。氷川里奈は自分の青春を全て捨ててまで俺に再び筆を取る力を得てほしいとの思いから、彼女は芸術の世界に入った。そのことを河内の弓は許してくれた。
のことなんて許してないだろうけどさ。けど氷川が世界的芸術家になることを許してくれた永山かな。あいつはなんで俺にあそこまでしてくれたんだろう。俺なんかと対決したいからって。バカかよ。だからさ、もっそり言ってくれよ。お前しか俺の髪の毛なんて切れないだろ。なおや、そういうことじゃないんだよ。お前にやってほしいんだ。チャームポイントってやつかな。毛も耳じゃないよ。単なる髪の毛だよ。ピコピコ。違うよ。ただ頭皮動かしているだけだよ。そう、だからチャームポイント、それをお前に切ってほしいんだ。だって俺ってばそんな人間だもの。俺はさ、なおや、すべてを捨てて一つの仕事をするんだ。どうなんだろう。ただ俺は捨てるんだよ。すべてを失ってまるで無知な人となってでも、俺は数年のうちに誰も成し遂げなかったような仕事をやり遂げてみせるよ。髪の毛引っ張んなよ。ん、そう？直哉にはそう見えちゃっているの？俺ってば本当はすごい博学なんだぞ。驚いた。あ、そうだな。直哉はいつでもそんなかも。ピケズでさ、全然俺のことを見てくれないし。そういう意味じゃねえよ。いつでもここで俺が知らない間にすごい仕事をどんどん形にしてしまう。俺と違って全てを捨てなくても大丈夫だ。だってさ、お前にはあらゆるものが集まってくるんだからさ。いや、そうなんだよ。俺は捨てる芸術家、お前は集める芸術家。少しの光でも集めて集めて集めてさ、誰よりも大きな光に変えてしまう。それが草薙直哉って芸術家だ。そんなこと大ありだぞ。
ば、いきなりどうしたの？答えない。お前はどんなことがあっても大丈夫だってさ、俺が信じたライバルなんだもの。失ったものがあったとしても、それ以上のものが必ず集まるよ。お前はそんな芸術家だ。俺はいつだってそんなやつだろ。俺は勝手なやつだけどさ、それでもだからこそ俺を信じていいんだ。俺が言うことは必ず正しいから。直哉のことなら大体俺が正しいよ。直哉本人よりもさ。だから信じろ、草薙直哉。ブイ、イエーイ、引っかかった。バカみたいなこと言い出すからいたずらしてやったぞ。ブイ、ダメだぞ。俺の美しいキューティクルが。どこまでバカなんだよお前は。け、け、け、夏目ケイ。ケイ、俺はお前を一抱きたりとも忘れたことはないぞ。だからさ、神様がお前をどうするかって一度は考えてみろよ。
それができたら今のお前がどういう意味で未完であるかわかるよ。だからさ、直也、お前は走り続けられるよ。お前の未完の筆は無限を目指す翼だ。どこまでも未完成だからこそ俺すらも追い越していく。それでも俺はいつまでもお前のそばにいる。お前の未完の筆は俺の未完の魂でさ、お前の筆が走る先に必ず俺の魂が宿るんだよ。だからさ、何度でも言うよ、行けよヒーロー、走れよヒーロー。お前は俺が信じたヒーローだ。そして俺はお前が信じたヒーローだ。俺たちの未完の筆は虚空すら色彩で埋め尽くす。それが桜とひまわりだろう。恐れなどいらない。夏目慶で、お前は草薙直哉なんだからさ。慶！